アメリカン航空1便墜落事故とは、1962年にニューヨークで発生した航空事故である。1962年3月1日、アメリカン航空1便は、アメリカ大陸横断便として、ニューヨークからロサンゼルスに向かうため、アイドルワイルド空港の滑走路33リットルを10時6分に離陸した。 一便はボーイング707から123バイトで運行されていた。だが、一便は左旋回しながら上昇していた時に水平飛行ができなくなり、そのまま左に傾きながら横転した状態になった。そのため一便は離陸してから2分後に、およそ1500フィートの高度からニューヨーク東側にあるジャマイカ湾に時速370キロメートルで激突し、機体は 海底の泥の中に埋没した。事故により、乗員、乗客95名全員が死亡。当時、一気による事故としては、アメリカ国内最悪の航空機事故となった。犠牲者の中には、後に、ポール・マッカートニーと結婚した、写真家、リンダ・イーストマン・マッカートニーの母親も含まれていた。事故当日のニューヨークの天候は大変良好であり、 機体に何らかのトラブルが発生したのが事故原因であると見られていたが、高速で衝突した機体の損傷は激しく、調査は困難を極めた。その後アメリカ民間航空委員会の事故調査官が、ラダーの制御システムに深刻な異常があったことを突き止めた。ラダーサーボ機構を制御する発電機の内部のケーブルが切断していたのだ。そして、この電線の損傷は、 製造ラインにある同型機においても発見された。製造ラインを詳細に調査すると、ケーブルを結束する作業工程で用いていたピンセットの使い方が不適切であったことが分かった。つまり、アイドルワイルド空港を離陸直後に機体が制御を失い、ジャマイカ湾に墜落したのは、製造時に損傷を受けたケーブルが、それまでに受けた振動などによりついに断線し、 その結果航空機のラダーが誤作動したためであった。ただし、同年7月初め、アメリカ連邦航空局は誤って装着されていた規格外のコッターピンとボルトが欠落し、ラダーを不作動にしたという見解を述べている。ありがとうございます。